エベル、いやベンチェル、これが本当の姿なのか。メイク、まるで奴の心を形にしたよう。見にくいだろう。エベルの力を引き出したせいで時空を操る力をなくしてしまった。しかもこの姿見られるのはせいぜい一日だった。らおとなしくしてなさいよ。私たちは時空の歪みを戻さなくちゃならないんだから。自分たちだけ助かろうとしてもそうはいかんぞ。貴様らもこの世界を打ち連れにしてやる。クソ、時間がねえって時に。歪み率が危険値に達しています。速やかにパワーストーンを用い時空制御装置を緊急モードに移行してください。どの、オッケー、いっけー、オッケー、オッケー。死に損ないめ、地獄に落ちろ。あの世へ送ってやろう。Yeah!
こいつを受けてみな。Thank you.
れでどうだ。どれを使うの？誰に？オッケー！
を受けてみな。まだやることが残ってるだろ。そうだったね。歪み率が 33% を超えました。歪み率が危険値に達しています。速やかにパワーストーンを用い、時空制御装置を緊急モードに移行してください。検知しました。これより緊急モードに移行します。時空制御システム稼働。エントロピー値変換。パワーストーン発動。システム出力最大。歪み率減少中。現在 30%、25%、
20%、15%、10%。基準値内に沈静化しました。歪み率 0.6% まで沈静化。パワーストーンをイジェクト。これより通常の警戒モードに移行します。さあ戻ろうよ、みんな待って。